アドルフ・シュライアーはドイツの画家である。東欧や中東の馬に乗った人物の絵を得意とした画家である。フランクフルト・アム・マインでワイン商人の息子に生まれた。15歳からフランクフルトの美術学校でヤーコブ・ベッカーやパッサファントに学んだ。短期間、デュッセルドルフ美術アカデミー・アミュンヘン美術院、シュトゥットガルトの美術学校でも学びながら、1854年まで、 フランクフルトで学んだ。1854年から1856年までオーストリア陸軍に志願し、クリミア戦争に出生した。その後ドイツの貴族、マクシミリアン・カールフォントゥルーンウント・タクシスのハンガリー、ルーマニア、ロシアへの旅に同行した。その後、パリ、ブカレストなどを旅し、1857年末にフランクフルトに戻った。 アントン・ブルガーやヤーコプ・フィルヒテゴット・ディールマンラによって作られたクローンベルク・イムタウヌスの芸術家村を訪れた後、1861年にパリなどフランスに住み、そこからアルジェや中東を旅した。オリエンタリズムの流行のもとで同時代に中東の風景を描いたオイゲンブラヒトと共に人気を得ることになった。1872年にクローンベルクに家を買って夏は クローンベルクで過ごし、冬はパリで過ごすようになった。1895年にクローンベルクの名誉市民に選ばれた。ありがとうございます。